おはようございます。今こちらを見てくれてる方は、まあ見てる方だからあまりわかんないと思いますけど、こちらは自分 iPad で今回は、ね、初めて撮ってみてます。iPad だと写りはどうですかね？画角はどうですかね？問題ありませんでしょうか？はい。で、今日ちょっとね、お話したいことがあるんですけど、というか最近ね、あんまりいいことないんですよ。なんか、うん、固まっていろんないいことがない感じで、まあ良いこともあるんですけどね、まあ良くないことが多いかなっていう印象で、それは厄年なんですよ自分っていう、まあ厄年のせいにしてます。だからまあ厄年が終わったら、まあ来年ね後役になるんですけど、後役で良くなるでしょうと。後役っていいのか分かんないけどね。うん、でそのごめんなさい、その良くないこと、あ、まあ、いいや、もう一個待ってください。良くないことって、いいことが起きる前兆らしいです。うん。あ、ごめんなさいね。で、今日お話したいことは、これ気づいたんですよ。なんか、良くないことが起きて、うわーっていう気持ちになってたけど、でも、そんなに悪い気持ちじゃないの。うん。今、最近の中の出来事で、まあ、ヤンキーチャンネル見てくれてる方だったらわかると思いますけど、CBX を売るぐらい、の、金銭余裕がなくなったと。余裕が、まあそういう感じだな。うん。がなくなったのが一つ。で、もう一個は、なんだ、人間関係のことなんですけど、俺がいろいろ悩んでて、悩んでたんだけど、俺が勝手に一人で悩んでただけで、まあちゃんと、まあ、その、話したというかね。まあそんな感じがあって、まあちょっと俺ね、なんかいろいろ人の個人名言っちゃうところがあるから、そこはもう言わないように気をつける。なんか迷惑かかっちゃうから。で、これ、あ、いきますよ。熱量が高く付き合わせてもらってる人っていうのは、良い影響もあれば、良い影響っていうか、いいポジティブオーラに、を、得てくれる。あ、違う、くれる。けど、その相手とあまり良くない感じになると、ドンと嫌な気持ちになる。だから、熱量は、ありますよね。この熱量は、良くも悪くも、どっちにも触れると、いうことだ、って思ったの。で、最近なんか、もんもんしてたのは、その相手が、どう思ってんのかなーって、俺よく、すごい頭を悩ましちゃったの。で、その相手と、ちゃんと、まあ、話すというかね、やり取りすることによって、まあ、意見をぶつけ合って、なんか、なんだ、どっちも、なんだろうな、まあ、言いたいこと言い合ったと。だから、それ、そういう意味で、気持ち良くなれてる。けど、今後それはどうなるか分かんない、その関係性は。うん。なんか、これはね、彼女でもそうなんですよ。てか、彼女で一番思う。俺、良くも悪くも影響されやすい体質で、彼女が良い感覚、良いオーラ、良い関係性でいればすんげー幸せなの。けど、彼女が良くない、なんだ、状態だったりとか、良くない関係性だったらめちゃくちゃ落ち込む。何これ、やばっていい。っていう感じね。だから良くも悪くも熱量が高いっていうものはどっちにも触れると。それがなければどっちにも触れにくいけどね。でもそれで言ったら俺は人生の中で刺激を求めてる。だったらこれいいことだよねって思ってるけど、伝えたいことはこれです。なんとなく伝わってくれましたでしょうか。もう一回だけおさらいをすると、熱量が高く付き合わせてもらっている人との人っていうのは良くも悪くもだなっていうところですね。はい。これ大丈夫かな？どんな感じになってます？なんか淡いですね。じゃあちょっと終わりますね。さよなら。